オブモンスターズメントは、アイスランドのレイキャビークにと結成された、インディーフォークバンドである。2010年に結成、アルバム、マイヘッドイズ・アン・アニマルでデビューし、全米ビルボード200にて初登場6位を記録する。その後2作目のアルバム、ビニース・ザ・スキン、3作目、フィーバードリームをリリースしている。ステージでのナンナ・ブリンディス・ヒルマルス・ドッティル2010年に、アイスランドで結成され、 毎年行われているバンドバトルコンペティションミュージークトルランナーで優勝する。2011年デビューアルバム My Head Is an Animal をリリース。オーストラリア、アイスランド、アイルランド、アメリカのロックチャート、オルタナティブチャートで1位を記録し、アメリカのビルボード200アルバムチャートでは6位。イギリスでは3位。ヨーロッパのほとんどのチャートとカナダのトップ20にランクインした。 リードシングル、リトルトークスは世界的なヒット曲となり、アイルランドとアイスランドでは1位、US オルタナティブソングスで1位、ヨーロッパのほとんどの音楽チャートでトップ10入りを果たした。2013年にはヨーロッピアンボーダーブレイカーズアワーズを受賞した。2015年2作目のアルバムビニース・ザ・スキンをリリースする。2019年3作目のアルバム フィーバードリームをリリースする。ライブで歌うラグナルソウルハルソンスタジオアルバム。ありがとうございます。